皆さんこんにちは、マフです。本日はこちら、じゃーん、ユニクロの購入品紹介をしていきたいと思います。はい、ということでですね、最近ユニクロでお買い物してなかったので冬服をまとめて購入してまいりました。合計で6点ですね、約1万5000円分購入してきましたので、今回はこちらの6点すべてご紹介していきたいなと思います。はい、ではそれではスタート。今回ですね、まあ、私が結構ユニクロとかで、まあ、よくありがちなのが、まあ、安いっていうのもあって、結構こうバーって買うんですけど、実際その後着ないみたいなことが結構今までにあったりして、で、まあ、ずっとクローゼットのこう底にしまってあったりみたいなっていうところがあって、まあ、それがすごいもったいないなっていう風に、いつも感じてて、で、まあ、今回は絶対に使うアイテム、もう本当にこの冬めちゃくちゃ使いますっていうアイテムを厳選して5点ご紹介していきたいなと思いますので、ぜひ、まあ、同じような方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで1点目なんですけれども、まずこの私が着ているこちらのグレーのニットを購入いたしました。こんな感じです。あ、シールついてた。はい、こんな感じのクルーネックのニットを購入してまいりました。で、商品名はプレミアムラムクルーネックセーターの色がライトグレーっていう色で、サイズは L サイズを購入してまいりました。で、まあ、今回これ L サイズで、結構私が155センチでこんな感じのサイズ感なんですけど、まあ、袖とかもね、結構ちょっと余るくらいのちょっとゆったり系のサイズ感になってます。ちょっと大きめに着たかったので L と XL を店舗の方で試着したんですけど、ちょっと XL だと大きすぎるというか、まあ、なんだろう、ダボっていう感じのサイズ感だったので、ちょっとゆったり着るんだったら L の方が私は可愛いかなと思って、今回は L サイズを購入してまいりました。はい、で、これもね、中にこうインナーで何か合わせたりもできるし、1枚で着ても可愛いしっていう感じで、すごい使えるアイテムかなと思います。で、まあ、今年ですね、グレーやっぱりみんな、気になってるカラーなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私も絶賛グレーにハマっておりまして、結構グレーのアイテムを今集めている状態なので、今回のこのニットもグレーにしました。で、こういう赤とかの合わせがめちゃめちゃ可愛いなと思うし、なんか冬にグレーと赤の組み合わせっていうのがすごいいいなって今思ってるので、これもたくさん着たいなと思います。はい、では2点目ご紹介します。2点目がこちらのユニクロ U のカーゴパンツを購入しました。こんな感じですね。はい、こちらのカーゴパンツなんですけど、商品名がワイドフィットパラシュートカーゴパンツってやつで、ユニクロ U の商品になります。で、これが、ユニセックスのアイテムなので、まあ、全部のサイズが基本的にかなり大きめのサイズ感になってるので、私は S サイズを購入したんですけど、まあ、それでもウエストとかはかなり大きいです。で、一応ウエスト部分はですね、こんな感じで紐で調節できるようにはなってるので、まあ、この紐でギュッと締めればウエスト止まるかなっていう感じです。ユニセックスなだけあって、まあ、かなりワイドだし、結構大きめの感じなので、それがめちゃくちゃ可愛いなと思って買いました。で、私もずっと今年、まあ、夏ぐらいからカーゴパンツめちゃくちゃ流行ってると思うんですけど、まあ、ずっとどこのカーゴパンツ買おうかなみたいな思って、まあ、GU のやつとかも見たし、ザラとかも見たし、まあ、普通のね、他のブランドとかでも結構見てたんですけど、ドンピシャなものがあんまり見つからなかったので、結局ずっと買ってなかったんですけど、まあ、今回ね、こちらのユニクロ U のものを買って、まあ、すごい可愛いし、なんかシルエットが本当にやっぱユニクロ U のやつとかってめちゃくちゃ綺麗なので、すごいいいなって思いました。で、この裾部分もね、この紐で調節して、もう絞らないバージョン、こうやって
こうやって伸ばしてもストレートのワイドカーゴパンツみたいな感じで履くのもいいし、まあ、裾を絞ってで、なんかブーツとかサイドゴアのブーツとかと合わせて履くとちょっとメンズライクの感じで可愛いなと思いました。ブラックとベージュとオリーブがあったんですけど、私はオリーブのカラーを購入してます。はい、では、続いて3点目ご紹介していきます。3点目がこちらのじゃーん、タートルニットのブルー購入しました。で、こちら商品名はエクストラファインメリのリブタートルネックセーターのブルー M サイズを購入しました。で、このタートルニットなんですけど、まあ、毎年いろんな色が出てると思うんですけど、まあ、毎年何かしら私も1色か2色は絶対購入するようにしてて、まあ、やっぱりすごいタートルってこの首元だけ見せるのとかでもレイヤードですごい使いやすいのでいつも購入するんですけど、なんか結構一昨年ぐらいまでずっと私は、まあ、身長が低いのもあるし、こうタートルニットってぴったりジャストサイズで着るものだと思ってたから S サイズを毎年購入してたんですけど、去年店舗で試着してみたら M の方が綺麗に着こなせるっていうことに気づいて、今年はこの M サイズを購入しました。去年も M 買ってすごい良かったし、なんか締め付け感とかもなくてすごいなんかストレスフリーで着れるっていうのがあったので今年も M で購入しました。で、この青がめちゃくちゃいい色じゃないですか。なんか私こういう冬にパキッとカラーを着るのがすごい好きだし、なんか冬でもカラーものを取り入れたいタイプなので、このレイヤードとかでね、首元だけこの青を見せたりとかするのも可愛いし、こうちょっと差し色に、ね、なるアイテムかなと思うので、まあ、すごいこれもお気に入りです。で、実は今回このタートルネックを2色買いいたしまして、じゃん、こちらの赤も購入しました。これもかなりパキッと系の赤ですよね。こっちも、サイズは M です。で、このユニクロのニットって、まあ、定番だと思うんですけど、なんか今までって結構こう赤だったら例えばボルドーとかバーガンディみたいなワインレッドみたいなカラーとかちょっとくすみ系の色とかトーンを落とした色っていうのが多かったかなって思うんですけど、まあ、今年は多分パキッと原色系がトレンドっていうのもあって、まあ、このね赤とか青のちゃんとはっきりとしたカラーっていうのがあるのがすごいいいなと思って、で普通に今年この赤のタートルニット欲しいなって思ってたんでユニクロから出ててめちゃくちゃありがたいです。はい、でこの青なんですけど今年の色はこれなんですけど、去年こっちのね水色というか、まあ青に近い水色を購入してて、これもすごい使いやすくて私はめちゃくちゃ去年これ愛用したんですよ。ちょっとね今年の色よりも去年の方が水色っぽくって、今年のはもう本当に真っ青の青っていう感じですね。なのでまあどっちも使いやすいしどっちも可愛いと思うんですけど、まあ、去年のねこの水色持ってない方は今年ぜひこの青をゲットして欲しいなと思います。お次のアイテムがこちらです。じゃん、この白のロンティーですね。商品名がソフトコットンラウンドヘムティーのホワイト M サイズを購入しました。なんかこれもこうインナーで合わせるのめちゃくちゃいいなと思って、ロンティーってめちゃくちゃ使えるし、なんかこういうニットのこの首元からちょっと見せたりするのも可愛いし、あとスウェットとかをなんか1枚で着るよりもこういうロンティーを挟んだ方がなんかよりなんだろうおしゃれ度アップというか抜け感が出るみたいな、ちょっと使い方合ってるか分かんないんですけどみたいなのがあるかなって私は思って、まあいつもあのスウェット着るときは絶対白のロンティーとか、まあ、半袖 T シャツとかでもいいんですけど、ここがちょっと見せるようなものをいつも合わせてるんですけど、もうこれとかもめちゃくちゃこの首の詰まり具合というかこのちょうどいい空き具合なので、まあ、そういう使い方に本当にぴったりだと思うのでこれ購入しました。なのでちょっと着てみたいと思います。はい、着てみるとこんな感じです。
こんな感じ、ちょっと M サイズなのでちょっとゆとりのある感じのサイズ感になってます。ちょっとねこの肩が落ちる感じも可愛いし、まあ普通に全然1枚でもこうやって着れますよね。なんかこうやって着ても可愛いかなって思います。でここのね横の部分がこういう風にラウンド状に切れ込みが入ってるので、この前だけインとかもすごいしやすいんですよね。こんな感じで前だけインしてもすごい綺麗なシルエットが出せるっていうのがすごい魅力だなと思いました。でこのね首元がやっぱりちょうどいい焼き具合となんか綺麗なので、なんかちゃんとしたロンティー着てる感みたいなのが出るかなと思いました。はい、こんな感じです。で上にちょっとねこのさっき着てたニットを重ねてみたいと思います。はい、こんな感じで着れました。ちょっとね本当に多分首の空き具合がもうこっちも結構狭めなのであんまり見えないんですけど、こんなくらいもう本当にちょっとだけこの白が見えるぐらいっていうのが私は結構好きですね。こんな感じでちょっと1枚で着るよりもおしゃれに見えませんか。なんかカジュアルダウンしたい時とかにすごいこの白 T を挟むのがおすすめです。こんな感じで、まあ、裾も見えてても結構可愛い感じですよね。すごいやっぱり裾のデザインが綺麗なのでいろいろねインナーとしてめちゃくちゃ着回し効くかなと思います。ということで、お次が最後のアイテムになるんですけど、最後こちらです。じゃん、ユニクロ C のバッグを購入しました。商品名がレザータッチラウンドショルダーバッグのブラック、お値段2990円です。一時期めちゃくちゃ話題になった小さいなんかこういう形のバッグ、ユニクロの定番のやつあるじゃないですか。それのちょっとサイズが大きいタイプ、形はほぼ同じだと思いますの、ショルダーでちょっとレザーなみたいな感じのちょっと光沢感のあるような素材になってます。でもこれすごい柔らかくてなんかなんだ布団みたいな感じの質感なんですよね。なのでそうちゃんとしてる感もあるし、なんか多分間に中綿みたいなのが入ってるのでふかふか感があってそれもすごい可愛いです。私、まあ、何しろめちゃくちゃ大容量ですよね、まあ、こんな感じでワンショルダーで持っても可愛いし、ちょっとねここの紐の部分も調節してこんな感じでショルダーにして持っても可愛いかなと思います。でこれがこんな感じで前で持ってもいいし、これをねがっつり後ろに回して後ろでこうやって持っても可愛いかなと思います。これ本当にめちゃくちゃ入るんですよ。こんなちょっと見えないんですけど、なんか頑張れば iPad とかも入るんじゃないかなぐらいのサイズ感だし、まあ、500ml のペットボトルとかあとは長財布とか化粧ポーチとか もう全部余裕で入ります。めちゃくちゃいいサイズ感。なんか結構私がバッグ難民であんまり大きいバッグも持ってないし、なんかバッグの、まあ、そもそも持ってる数が結構少なくって、なんかいつも同じようなバッグを持ってしまうっていう、ちょっと最近悩んでて新しいバッグ欲しいなって思ってたんですけど、まあ、これとかはね本当になんか近所にお出かけというか、まあ、お買い物に行く時だったりとか、あとはなんかこうちょっと作業したいなみたいな時にいろんなものを入れて出かける時とかにもぴったりだし、プチ旅行みたいなのとかで荷物多い時とかにもすごい便利かなと思いました。でなんかルックみたいな、ユニクロのルックかな、わかんないんですけどみたいなので、なんかこんな感じで手持ちでこうやって持ってるやつがあって、その持ち方もめちゃくちゃ可愛いなと思って、なんかすごい高見えじゃないですか。なんか今結構大きめのバッグをこうやって持つの流行ってると思うんで、ハイブランドのねルックとかでも結構こういう持ち方をしてるブランドがかなり多いんですけど、なのでこのねこれもこうやって持つのもめちゃくちゃ可愛いなと思って買いました。
でこれも4色展開とかかな。でかなり色の数が多いんですけど、もう私の店舗ではアイボリーが1点だけあったのと、ブラックの本当に2色しかなかったので、まあ、ちょっと選択肢がもうその2色のうちの1色みたいになっちゃったんですけど、まあ、私は全然あの黒が一番使いやすいかなと思ったので黒購入して本当に良かったです。これはもう絶対めちゃくちゃこれから使えるなって思ってます。はい、ということでユニクロ購入品紹介いかがでしたでしょうか。本日はね、お気に入りでも本当にあの買って良かったアイテムばっかりなので、もし気になるアイテムがあれば、参考にしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。